なんかなんだ野望なんですけど、うん、こう日本で一番でかい大会にしてやろうと思って。自分が考えるのはもっとエンタメしたいですね。大変そうですけど、その分やっぱ楽しさもまた一段階上がりそうですね。よろしくお願いします。なんか矢野さんバスケットボール界の沢誉れだって言われてるっていうのを聞いたんですけど沢ちゃん同級生です。まあ矢野さんが 3×3 の女子のリーグをなんか運営頑張ってるっていうのを、まあ、僕も聞いて、で僕もあの JFFC っていうフリースタイルフットボールの日本一決定戦を運営してるんですよ。でそういうところでなんかこうちょっとシンパシーを感じて、でそういうのをあのファインプレーにお話ししたら、あじゃあ面白いんで対談やりましょうよということで、今回実現しました。ありがとうございます。ということで、まあ、お互いほとんどあんまり何も知らないじゃないですか。そうですね。まあなんか僕いろいろ聞きたいなって思ってるんですけど、あれですか、あのやっぱりちっちゃい頃からバスケ漬けっていうか、そういうあれだったんですか、小学生ぐらいから。まあ私姉が2人いて、はい、で結局その姉2人がバスケを始めたことによって、あのあなたもバスケにしなさいっていう母親の一言でバスケ人生がそこからスタートする羽目に。あじゃあ出会いはちょっとあの受動的だったんですね。そう僕の場合は、うん、サッカーはまあ小学校からやってたんですけど、まあ似たような感じで、別にあの能動的ではなく、完全に受動的で友達が始めたから始めたみたいな感じで、そういう感じだったから僕は最初全然楽しくなかったですね。あの練習とかも雨踏んでかなとか思ってたタイプで、そっからやっぱり 3×3 っていうちょっとまあこれからっていうか当時ニッチな世界に来たわけじゃないですか。そのきっかけって何なんだ。まあ、きっかけはもともと、まあ、運良くというか、アテネオリンピック行くことができて、その予選の最後のギリシャ戦で、あの、まあ、勝つか負けるかみたいな最後のスリーポイントを私が打って外れて、試合が負けてしまったんですけど、やっぱその当時のメンバーって、結構そのオリンピック行くために、何年、2年弱ぐらいかな、ずっと、まあ、チームとして動いてきた中で、その花を持たせてあげられなかったこととか、自分の手で結果をつかみ取れなかったこととかがすごい後悔で、またオリンピック出たいと、決勝トーナメント上がりたい、順位残したいとか、結果残したいとか、そういう思いでやってきたんですけど、そんな時にリオ出た後ぐらい、あ、リオの前ぐらいからちょっとずつ 3×3 がもしかしたらリオに入るかもとか、はいはいはい、噂、まあ噂程度ですけど、はいはい、っていう話を聞いていて、そもそもストリートバスケみたいなのもずっと興味があって見に、自分自身も見に行ったりもしてたんですけど、であんな音楽が鳴ってるような空間、そういうのも楽しそうだったし、なんかあんな中でバチバチにやってるのも楽しそうだったし、っていうのもあった中で、その競技がオリンピックになるかもっていう噂があったので、まあ、20年ダブルもやったし節目で、じゃあ転向しちゃおうと思って、結構まあちょっと最初はダブルにも未練がありつつも、まあそこは決断して転校はしましたね。なるほど。そんな中でこう主催して今リーグをやってるじゃないですか、それをやろうって思ったこう決定的ななんか出来事とかがあったんですか。自分が転校した理由もオリンピックに出たいって、オリンピックに出て引退したいっていうのを、その自分の競技の、あの最後の夢をそこに掲げたので、でそれに対してどうやって動いていくかっていう時に、当時のルールだと、国内のトップ100名の選手をの総ポイントで国ランキングが決まるみたいな感じだったので、じゃあ女子100人どうやって集めようみたいなとか、でそのもっともっとそのフィバが出してるルールブック読み出していくと、なんかこう自分で大会開けるみたいなのもあったので、すごい勉強して、こうチームみたいな、あのフィバルール解読チームみたいなのを作って、周りの人間にも教えてもらいながら、ね、それで。めちゃめちゃそのダブルの引退者だとか、そのストリートの子たちがみんなに声をかけて、やりましょうって言って声をかけて、選手もまあとりあえず100人いなくても半分近くぐらいの選手たちがいれば、そこでみんなにポイント取って、日本の女子のポイントの底上げをしていけば、とりあえずはなんとかなるかなと思って、そういうのもあって、最後自分で大会を立ち上げるみたいなきっ
かけにはなりましたね。僕もまあ大会主催してるんですけど、はいはい、まあ、なんだろうな、きっかけは立ち上げたの5年前なんですけど、はいはい、当時日本人が世界大会で、昔は結構勝ててたんだけど、うん、当時全然勝ててない時期がちょっと続いたんですね。うん、それを見て、まあ僕が出てたわけじゃないんですけど、ちょっと悔しいなっていう、うん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 、ちょっと日本もっとやれるでしょっていうのもあって、うんうんうん、こう完全に世界基準の大会を作ろうと思ったのが、最初きっかけで、うんうん、その私はもう完全女子目線なので、じゃあ競技人口が薄いとか、うん、ほぼいないようなところでどうやって女子を引っ張ってくるんだろうって思った時に、やっぱストリートバスケって、まあ、きついとか外だしとかなんかタフだしとか、もともと参加料とか取ってるような大会だけどそれも全部なしにして、うん、バッシュとウェアだけ持ってくればもうそれで参加できますよっていう大会かなと思ってて、うん、あとは2位3位に副賞をつけたりとか、うん、なんかそういう、まあ、物品提供してもらうところを探したりとか、あとは、まあ、もうお水もその自分たちで、まあ、安く売ってもらうとか、あの、今、脊髄損傷の人に支援されるみたいな、そういうお水を使ってるんですけど、その使ったりとか、まあ、来るだけで参加賞がもらえたりとか、うん、もうとにかく、もう至れり尽くせり、最初はランチとかまで出してたんですけど、で前回大会と前々大会ぐらいがキャンセル待ちが出てるようになって、なんかそれが10ラウンド目ぐらいだったので、なんかちょっともう運営たちもキャンセル待ちが出るようになったねみたいな、なんかそんな感じで、シーンをやっぱり作り上げてるじゃないですか、うん、矢野さんは。まあ、僕もなんですけど、恐れ多くも。いや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 。でも、その、うん、その時になんか、うん、なんか、ここは外さないでおこうとか、大切にしてることってありますか？第一には、あの、まあ、大会自体のことで言うと、うん、まずクレームを出さないように、うん、出てほしくないし、出したくないし、まあ、いろいろ、いろんな人がたくさんいろいろなもの、まあ、選手側もそうだし、あるから、とにかくその、なんて言うんだろう、こう、クレームが出ないことを大事にしてるので、うん、まあ運営の立場としてもあるので、なるべくその、まあレフリーだったりも、選手から何か質問があるも答えるし、運営側からこういうふうにしたらどうですかとかっていうのもそうだし、もう全部において、なるべくもうコミュニケーションを取るようにはしていて、あとはやっぱ盛り上げたいっていうのが一番になるので、もうかなりもういろんな人に、全部メディアの方々も踏まえて紹介してもらって、取材してくださいってお願いして、うん、かなりそこの2つは今ベースですね。なるほど、うん、じゃあまあやる人たちにも満足してもらって、はい、こうどんどん広げて、うん、やっぱ今 JFFC やってるんですけど、はいはい、それって世界大会にこう輩出するためだから、うん、世界大会となるべく同じフォーマットっていうか、うんはい、ルールとか、はい、審査基準とか、うん、それをそのまま持ってきてるだけだから、うんはいまあ、僕がルールいじったりとかできないんですよ、うんはい、でそれをちゃんとできる、うん、自由にやれる大会を一つ立ち上げたいなと思ってて、で自由にやった時にどういう大会を作りたいかって言われたら、うん、自分が考えるのはもっとエンタメしたいですね、うん、今本当なんかちょっとずつスポーツになってきちゃって、うん、選手たちがもう難易度ばっかで、うん、どんどん内にになって分かる人だけが分かるみたいな、うん、そうじゃなくてもともとはやっぱりエンタメから生まれたスポーツだと僕は思ってて、うん、フリースタイルフットボールって、はいはい、なんでもっとそのエンタメ性とかあとはサッカーとのつながり大事にしたいですね、まあ、これまた全然別の話なんですけど、うんもうどんどんサッカーから離れていっちゃってて今あのフリースタイルフットボールがもう別物みたいな感じになっちゃってるんですけど、僕はサッカー大好きだし、まあ、サッカー好きだからフリースタイルやってるし、もっともっといろんなところでサッカーとのつながりを増やしたいですね、うんうんうん、目標はありますか、まあ、目標、まあ、自身がやってる大会とかがこう世界大会まで開ければちょっと面白くなっていくんじゃないかなと思って、うん、なんかなんだ野望なんですけど、うん、こう日本で一番でかい大会にしてやろうと思って、協会とかそんなのうんぬん抜きにして自分が主催する大会にみんな参加したいって集まるようになったら、あのハードルがないので逆に協会みたいな縛りとかもないから、いろんな楽しいことができるんじゃないかなと思っている部分があるので、大変そうですけどその分やっぱ楽しさもまた一段階上がりそうですね、うん、そうですね、うん、相当大変だと思います、はい、確かに
まあ、まだ野望なので。25日に、お台場の、お台場メガウェブ、はい、メガウェブです。メガウェブだ、うん。はい。うん。で、この前、あの、ストリーム見に行って。はい、ありがとうございます。でも、ああいう場所でやっぱやってるっていうこと自体がいいなって思って、うんうんはい、人がもともといる場所に、こう、うんうんうん、バスケコートがいきなり出現してっていう、はい、あのちょっと非日常感が日常の中にこう、パッて出てくるっていうのは、なんか、チケットをわざわざ払って、あの非日常感を味わいに行く人とか結構いっぱいいると思うんですけど、うん、またそれとは違う、うんまあ、手軽さとかあって、うんうんうん、ちょうどいい感じのエンタメだなってこの前見に行った時思ったんですけど、うんうん、3×3 ならではのこう、うん、5人制バスケとは違う魅力とかこういうところが見どころだよっていうのをじゃあ告知お願いします。告知、はい、でもまあ今言ったように10分で終わるか21点のノックアウトなので、あのやっぱ展開も早いですし、1試合1試合があっという間に終わってしまうので、やっぱ目についた選手とかをパッて見てもらって、うん、あの子面白いかもとか、まあ、コートも近いですし、お客さんコートのすぐ脇に立ってみたりとかしてるので、もうそのなんて言うんだろう、こう臨場感っていうのが、うん、おそらくスポーツ史上一番近くで見れる競技だと思うので、とにかく足を運んで見に来てくれたら楽しいと思うっていうのは保証できるので、うんうん、見に来てくれる方がたくさんになればいいなと思いますね。今日いろいろお伺いしましたけど、はいはい、まあなんか僕の中では結構、うん、あの矢野さんのインタビューとかをメディアで見たりとかしてたんで、はいはい、結構想像通りの方だなと思いました、はいはいはい、ありがとうございます。もうなんか努力家 でこう一本芯が通ってっていうところで、なんかまあ今後ともなんかいろいろインタビュー、うんでしたけど今回は、はい、まあいろんな形でこう、うん、一緒にできることあるんだなって思うので、はい、ぜひよろしくお願いします。あ、私もぜひよろしくお願いします。